うわ、このビルすごいな。あのレインボー食品のオフィスらしいよ。俺もこんなとこで働いてだな。今度レインボー食品の人と合コンするけど来る？行く行く。やっぱ有名企業は安泰よね。その名を聞けば誰もがひれ伏す有名企業。申し訳ございません。なんとか納期には間に合わせますので、打ち切りだけは。多くの下請けを従え、フレックスタイムで悠々自適に出社する。おお。来週リフレッシュ休暇でグアム行くわ。ボーナス何に使おうかな。この会社に入れた俺は勝ち組だ。みんな、おはよう。じゃあ、調理を始めるぞ。はい。俺の名は天狗。難関大卒の超エリート。22歳の新社会人だ。今年度もシェアナンバーワンを獲得し、新卒採用は。俺は業界最大手のホワイト企業、レインボー食品に勤めている。弊社がオリンピックのスポンサー企業に選ばれました。おお、もう一度言おう。俺は誰もが知る超大手レインボー食品で働いている。平均年収は900万で、就職偏差値上位のホワイト企業、選ばれし者だけが足を踏み入れられる場所なのだ。今月は働き方改革調査月間だ。なるべく定時で帰るように。カフェテリアポイント何に使う？人間ドックかな。僕らの健康は価値が違いますからね。6時過ぎには家に着き、豪華な社宅で YouTube 鑑賞。これが上流の生活だ。さて、今日は地元のやつらと明日の午前中でさ、俺まだ有給経ったことねえよ。そんな世界もあるんだな。ブラックも残業付きか。ベンチャーだもんな。まあ力つけたいから毎日頑張ってるよ。周囲と比較し自分の優位性を確かめる、この気持ちよさはやめられない。ま、なんかあったらうち来いって。子会社紹介してやるからさ。ガッ。ポロリクが許可されてるね。もっと俺の凄さを知らしめないと。 SNS では知り合いに片っ端からポロリクを送り、俺の経歴が目に入るよう誘導する。こうすることで効率的にカウントを取れるのだ。これだと他社の方が魅力的なんですよね。そこをどうにか。圧倒的なネームバリューと潤沢な資金を持つ俺たちは、多数の取引先から提案を受けるので選ぶ立場に立つことが多い。本日は説明会です。レインボー食品は僕の憧れですよ。カムさんはどうやってここに勝ったんですか？大したことしてないよ。いやいや、ちょっと就活生には崇められ神のような気分になれる。まあ金と女には困らないよね。エムさんは10年後のキャリアビジョンとかあるんですか？ビジョン。はい。イニシアチブを取ってグローバルで活躍するとか。おお、すげえ。その考えはなかった。この会社に入れて本当に良かった。おい天狗、高卒のブースの位置本当にここで合ってんのかって先方が言ってましたけど。いや、言ってたとかじゃなくて、お前が責任持って確認しろよ。いや、新人じゃねえんだぞ。2年目になってから上司が厳しくなった。会社自体はホワイトだけど、どうにも周りに恵まれない。仕事は作業ばかりでつまんねえし、もっと優秀な奴らと働きてえな。ブラック、会社潰れたって本当？ああ、まだまだ若手だし、転職活動頑張るよ。下請けで給料は安いし、やってらんねえよ。大手の奴らはいいよな。住む世界がちげえんだよ。やっぱり俺は大手社員。誰もが羨む。
天井人なんだ。なんか根拠とかあるんですか？あなたの主観ですよね。おい天狗、役員に見せる資料これじゃダメだって。フォントもレイアウトもバラバラじゃん。前にも言ったよね、大手に入れて優秀ね。フォントすげえ。おい、俺を認めないのこいつだけだ。新人意識を捨てて働かないと赤点入れといたから。修正してもう一度。あのそれってダメな根拠とかなんすか？え、いや、フォントがどうとか部長の主観ですよね。人件費がかかることぐらい考えましょうよ。メールの人に綺麗な資料を差し出すの大変だよ。その固定観念が間違ってるって言ってるんすよ。なんか僕変なこと言ってます？あ、もういいよ。ついに言ってやった。上司だって論破した。俺は脳死でしたが、玉じゃない、頭の切れる逸材なんだ。失礼します。バカにしやがって。先日の一件以来、社内での居心地は悪くなった。ま、年功序列で着実に昇給するし、嫌われようが関係ねえな。お父さん、僕に娘さんをください。まあ、レインボー食品の営業なら安心だな。娘をよろしく頼むよ。ありがとうございます。あれから俺は現場の仕事を知るため営業部へ移動となった。戻りました。天狗、こんなの経費じゃ落ちないよ。え、それパワハラっすか？え、会話は常にここで録音。これが俺の働き方改革だ。会社に際し車も手にした俺の最後のピースはマイホームだ。俺たちの家楽しみだな。そうね。わあ、5500万で完済するのは65歳。こんなにかかるんですか？中古物件ならもう少しお安くなりますが。中古なんて買ったら同僚に笑われますよ。さすが大手。車のローンや保険と合わせて月々20万。意外と余裕ないな。僕は大手の俺と結婚できてよかったら。私仕事を辞めるのね。そうだな。え、あなたの退職金もあるし大丈夫でしょう。まあ、そうか。あ、見ろよこれ。社会は厳しいね。大手でも一部早期退職の募集が始まっており。え、あら、うちは大丈夫かしら。いやいや、こんなのごく一部を切り取ったメディアの洗脳だ。大丈夫大丈夫、俺は意地でもしがみついてやる。失礼します。あ、天狗さん、部長がお呼びです。珍しいな。まさか早期退職出向？嘘だろ、俺まだ30だぞ。失礼します。部長、お話とは？天狗、お前に事例が出た。終わった。俺の勝ち組人生がこんなところで。社内システム部に移動だ。え、移動？あれじゃ天狗君結構これ。ああ、一体何をすれば。マニュアルあるか、よろしく。これやり方載ってないぞ。あ、てか、この部署、雰囲気が重い。やる気が感じられないような。ここさ、さすん部署だろ。聞こえるってふざけんな。天狗さん、今日もありがとう。30過ぎてチヤホヤされる機会が減った俺は、キャバクラ通いが趣味になっていた。エリートなんだね。まあ、入るのはむずいよね。お会計です。ああ、はいはい。え、ホワイト？おう、中学ぶりじゃん。
レインボー食品とかすげえな。まあな、今度高い酒頼んでくれよ。周りが遠望の眼差しを向けてくれるから頑張れる。ありがとうございました。また来るや。社外にいる時が一番幸せだ。エングラ、治療。はい。次のやつまだ？今すぐに。営業部からクレーム来てるぞ。すいません。ああ忙しい。この俺を駒みたいに働かせやがって。その点なんだよ。あいつら何にもしてねえじゃん。まさかあれも年功序列？俺より年収高いのか。おいゲンガ、頼んでた資料どうなった？どんなにサボっても待遇は変わらない。先方にせかされてんだぞ。それなら。おいゲンガ、お前いい加減に。あ、やんない。係長、こちら確認お願いします。ああ、これ俺の担当じゃないから黒田に聞いて。ほう。あれから10年、俺は真の勝ち組窓際社員となった。お帰り。今日も早いわね。優秀だからさ。ガ仕事は楽だし、報酬に最も聡明な選択だ。ねえ、あの子の塾代なんだけど。え、よろしくね。白井さん、ちゃんと働いてください。まあ、窓際といっても波の奴らと俺は違う。極力仕事を回避しつつもまともな体裁は保つのだ。今日は残業付けでさ、若手に耐えられて参っちゃうよ。えっ、これ何？あ、いや、これは後輩がどうしてもって言うから。今家計がどれだけ厳しいか分かってるの？いや、違うんだ、これは。何だよ、起こすか。ちょっと俺は年収約800万、月の手取りは50万ほどで、支出はこれだけかかって約45万。これじゃほとんど使えない。こんな日々があと20年続くのか。俺は大企業の社員なのにどうしてこんなに苦しいんだ。皆さん、こちらハワイのお土産です。また家族で海外ですか。いいな。俺は金欠で大変なのに、なんで。黒井さん、不動産投資で調子いいらしいんですよ。実は最近、俺も株で。投資か、そんなうまくな。頼む頼む、お願いだお願いだ。だけんな。うん、金がねえな。俺でこれなら、でかいやつらどう暮らしてんだよ。ん？調子どうよ、今度飲まない。底辺と飲んで、うさばらしでもするか。で、評価されすぎて困っちゃってんだよ。次期課長は決まりだってさ。へぇ。お前はどうなの？まだキャバのボーイでもやってんのか？俺今投資家でさ。投資？年収2000万あんだよ。2000万？いやまあ、一時的な儲けだろ。損することだってあるだろうし。それがノーリスクでさ。錬金術みたいな方法があるんだよ。え、100万預けりゃ毎日1万入るのか。ちょっとロジックが複雑だけど、頭のいいお前ならわかるだろ。ああ、もちろん分かった。でも危なくないのか。それがインフルエンサーのクロクロも勧めてるんだ。おお、今は仮想通貨が超バブルだから、こんなチャンスは二度とないんだよ。サラリーマンは大変だもんな。投資は毎月3万ずつ積み立てるんだ。結構地道なんですね。情弱どもが、錬金術は存在するんだよ。人事の役員変わったらしいね。組織再編に力入れるらしいわよ。あれ、俺の会社大丈夫かな。今日の報酬5万円おい、これどんどん年利上がってないか。100万入れてるだけなのに毎日5万入ってくるぞ。後から参入するやつが増えるほど利率が上がる仕組みなんだよ。すげえ。ただいつ終わるかわからないから、稼ぎきるなら今のうちだぞ。300万入れたら1日15万。早期退職の募
集が組織再編に力入れてほしい。それがねえな。こんなチャンス二度とない。どうしてこんなに苦しいんだ。稼ぎ切るの今のうちはサラリーマンが大変だもんな。これは神がくれた一発逆転の最後のチャンス。大手の特権の信用を今ここで使うしかない。早く早く稼ぎ切らないと。何やってんの。あたまには旅行でも行きましょうね。これで1日20万でも年収7000万に。どうした。白い課長が早期退職になったらしいです。うちの分の多くの人が対象に。いやどうします、こんなに早いと。まずい、このままじゃ逃げ切れないぞ。こうなったらもうやるしかない。この経歴で持ち家もあるなら出すよ。ありがとうございます。よし、これで1日130万。これでもう一生分は。大手信仰はもう古い。真のエリートは脱サラして自由を手に入れるんだ。天狗様？さあ、先週から連絡取れないんだって。もう少し返済を待っていただけると。あ、こっちは2000万貸し付けてやってんだぞ。でも朝起きたらお金が減ってて、しかも出せなくなってて。知らねえよ。絶対に安全な年金に住むって言ってたのに。払えなかったら家族そのまま。ゲームが分かってんだろうね。ダメだ、どうやっても出せない。借金2000万返せないぞ。踏み倒したら俺のケツ持ちが動くからな。覚悟しろよ。なんとかしないと。お前んとこ退職金2000万でいるらしいな。退職すれば2000万。でも大手の総合がどうして俺がこんな目に。何？もう泣き落としがされてないって電話が来てたわよ。え？ちゃんと払っといてね。この会社を辞めたらローンも払えず何もしない。俺が全てを揃えた勝ち組だったのに。どうして、どうして。部長、失礼します。